雨が止むのを待って一人で自宅に向かって歩き始めました。しかし学校から六キロメートル以上という長い道のりを大やけど負った一人の少年が果たして自力で歩いて帰ることができるだろうかという不安を抱きながら歩き始めたわけです。しばらく行くとまた私の名前に呼ぶ声がする。 おーい高橋高橋一緒に家まで連れて帰ってくれうめき声を上げて私に助けを求める声がしました道端の方を見ますとこれも同じ町から一緒に毎日通学していた同じクラスの八田徳次郎君という友達がうずくまっていました彼の体をよく見ますと なぜか両足の裏側の皮がめくれて赤みがむき出しになって焼けただれていました歩けるはずがありませんでここまで来たのかと聞きましたミシさんの人の自転車に乗せてもらってこの場所へ置いて行かれたそうですしばらくたって私が通りかかった同じ町から通う同じクラスの友達です歩けない友達をどのようにして助けようかと 思い悩みました私はそういう友達を見捨てて一人だけが自宅に帰る気にはとてもなりませんでした何とか助けてやろうと思ったしかし助ける方法が見当たらない不幸中の幸いとでも言いましょうか彼の体は足の裏っか以外はあまり切り傷もやけどもひどくなかった私は考えに考えて 彼を助ける方法をやっと二つ思いつきました。その一つは彼の両手と両足の下を使って、犬や猫のように四つん這いに這わせました。そうすれば足の裏側が地面につかずに進みます。もう一つは彼の両足のかかとで立たせ、私が彼の体を支えてやって前に進んでくる。 この二つの方法を繰り返しながら、ゆっくりゆっくり、失い歩みよりももっと遅く、私たちは助け合って自宅に向かいました。こんな方法が、よくも思い浮かんだと、今では我ながら感心しています。普通の歩き方ではありませんからすぐ疲れます。道端で休んでいました。 何気なく私は後ろの方を見ましたすると王子夫婦がこちらに向かってくるではありませんか本当に嬉しかった声を振り絞って王子夫婦を呼び止めた王子夫婦もびっくりしてましたまさかこんなところで私たちに会おうとは思わなかったでしょう田舎の親戚の法事から自宅に帰る途中の 王子夫婦に偶然にばったりと出会ったのでした本当に運が良かったと思っています私は王子の背中におんぶされ八田君は王おばの背中におんぶされそれぞれの二宅にやっと帰ることができましたもしこの時王子夫婦に助けられなかったらおそらく二人とも途中で倒れて死んでいたに違いないこのように、えー 皆さんの前でお話をする私はなかったかもわかりません。途中で祖父が担架というものを持って運んできました。この担架に乗せられて自宅に帰ることができました。自宅に帰ると母親が衣服をハサミで切り取ってくれました。赤身が出ている両手、両足を通して衣服を脱がせば衣服が赤身にすれて痛いですから。 ハサミで衣服を切り取り引き裂いて新しい浴衣に着替えさせてくれました友達のハッタ君は被爆の二日後つまり八月八日に急性放射の症状にかかって亡くなったそうですそれから一年半私はけどの治療を受けました幸いにも知り合いの医者が朝晩二回自宅まで往診に来てくれて 火傷の治療をしてくれましたしかしその医師は自備科でした普通であれば自備科の医師が火傷の治療はしません当然外科内視は皮膚科でしょうしかしそんな贅沢は言っておりない原爆は投下される前広島市内にはおよそ300人の医師およそ1800人の看護婦がいたと 推計されていますががそののうち70数亡くなったのですですから被爆時には医者がいない看護婦がいない薬品がない食料がない市街地がほとんど全滅に近い状態の中でたとえ専門は耳鼻科であっても相手は医者ですその医者と名がつく人に私は治療を受けることができました多くの被爆者は 治療などありえなかったのです。私は本当に幸せであったと思っています。なんとか生き残りました。しかし、この時の治療は難儀でした。火傷の部分に薬を塗ったガーゼを貼ります。あくの日に医者が来てガーゼを剥がすのですが、夏ですからカチカチに乾いています。剥がす時の痛さといったら、 並大抵のものではありませんでした血みが吹き出てきました痛い痛いもうやめてくれと,と泣き叫んだことを今でもよく覚えています剥がしたガーゼの血みを祖父が小川で洗い流し煮沸消毒して乾かしてまた明る日の治療に使うのです戦後の日本は物資が乏しいのでそうした治療の方法をとっていました 生き残ったとはいえ、1971年に被爆の影響と思われる慢性肺炎にかかりました。でに14回入退院を繰り返しながら、現在も1週間に3、4回注射をして生活しています。その他の病気もたくさんあります。私に全く縁のない、えー、お医者さんは、産婦人科と小児科と精神科ぐらいで、 後の病院には全部通院をしているというありさです。日々不安でなりません。今、私は生きることの厳しさ、生きることの苦しさを痛感しています。時として、こんなに苦しみながら、なおこの世に生き続けなければならないのだろうかと、絶望的になることもありますが、その都度、せっかく生き残ったのだからと思い直しては、今日まで生きてきました。